まず、僕とすればだな、君の意見は全く正しいと思う。また岡崎君たちのだな、明日個人数でも会えて行こうという考え方もこれも正しいと思うよ。俺は片っぽが全然良くて片っぽが全然悪いってことから大体ないもんだよ。また早見君のだな、厳正なる芸術的良心っていうか、あ、これも正しいと思う。みんな正しいんだよな、これが。ところでね、葵君、もしここでだよ、君のビオラが一つ欠けた場合だ、用意して待ってる学校の子供たちはどんな寂しい音を聞くだろう。え、そう思わないか。お母ちゃん。あ、ついてくるんじゃないよ。お母ちゃん。なんだ、室屋の通帳。ほら、台所へ出しといてすっかり忘れちゃったんだ。おい、子供に余計なことを教えんじゃありませんよ。何さ、お父ちゃんたちまたやってるよ。おばあちゃん、え、表でかい。早く行け、遠く行ってやれって。移動の旅費ぐらい自分で作ったらいいのよ。だから一時建て替えるだけだと言ってんだろ。逆らうんじゃないよ。戻った試しもないくせに。よ、お母ちゃんたち、あっち行ってやれって。星が出てないね。盛大にかつまたかようににぎにぎしくお集まりをいただいて、 PTA の皆様方に感謝いたします。少し静かに。今回我が校へはるばる市民フルハーモニカ楽団のおいでを願うことになりまして、皆さんに有益かつ世界的なる音楽を共に味わっていただこうという試みが実現いたしまして、誠に幸せに存じておる次第でありまして、最初曲目はただいまハーモニカ楽団と言われたようでございますが、我々のは市民フィルハーモニー楽団でございますから、ハーモニー。
の教室はどうも反響が悪いな。キャンディー食い損なったな。うん、もういないよ。よく食ったね、あの年寄りたちは。ねえ。どうぞ聞かせてください。腕が落ちたって悲観してるそうだけど、移動へ行ってもピアノもなしでオルガンばかり弾かされてるんじゃ勉強できないよね。他に行くとこがないんですもん。うちがないわ。大地、東京に親戚があるんですけど、そいつまでも厄介になっていられないし。ご両親はいないの？速水さんは？僕はいる。東京にみんな。何か訳がなくちゃこんなところへ来るはずがないってみんなそう言ってるの。僕が？どういう？女の問題があったんですって。
それで東京にいられないから都落ちして仕方なく。誰がそう言ってた？嘘？ずいぶん待てたんですって？そうなの？さあ。ああ。君は練習を続けてください。僕そこでやりますから。いや、よろしいんですの。水捨ててきましょうか。いや、結構。せっかくの手が、お嬢様。どういたしまして。あんた、園田さんについてたんだって？ええ。ここに音楽院ができるからって。私、ピアノか受け持つ約束できたの。せっかくいいもの持ってるのに。僕より耳がいい。